月末甘栗。はい、ということで2024年2月の月末甘栗です。よいしょー、よいしょー、イエイイエイイエイ。いかがお過ごしですか、天羽さん。そうですね、まあ何も変わらない毎日。ありがとうございます。大事。ありがとうございます。はい、もう日常を大事にしていきたい系 VTuber。 はい、です。安心感があります、毎回ね。はい、変わらない。変わったことはありません。よかったです。はい。どうですか、ヤミさんの方は。僕はですね、なんと2月半分ぐらい配信をお休みする。うん、素晴らしいですよね。素晴らしいです。素晴らしいですよね。はい、休めて偉いって。自分で偉すぎるんだよね、だから。本当。ヤンミにおいては特になんだよね。これ聞いてイライラしてる人いるかもしれないから。こいつなんか言ってるわって。いやでも大丈夫、ヤンミのこと理解してる人ほど偉いねって思ってるから。ありがとう、ありがとう、ありがとう。だからね、でもちょっとさすがに焦ったっていう。休みすぎて焦ったな。うん、あ、やべ、5日も配信してないみたいになって。確かに、ちょっとさ、1日2日でも結構浦島気分になるよね。そうなのよ、びっくりしちゃう。びっくりびっくりで。わかる。うん、休んでたら2月も終わりそうで、ちょっと本当にね、焦りという感じですよ。まあでもいいですからね、生き急ぐ必要ないですから。あ、これ長生きするタイプの人の考えだから。はい、大丈夫ですよ。そうだよね、みんなもね、立ち止まったり戻ったりすることも大事ですから。え、いい話。はい、いい話してるよ。前に進むだけが生き方でもないっていう。で、エッセイでそうだな。トイレに飾ってもらおう。ってな感じでね、2月もちょっとだけ振り返りたいんだけど、よつはのチャンネルにね、可愛いやつあげてもらいましたね。はい、まあ2月ね、14日バレンタインデーがね、ありまして、まあ、先月のラジオで結構匂いプンプンチョコの匂いがしてたんじゃないかな。そうだよね、さすがにね、香ってたよね。はい、久しぶりに、なんというか可愛らしい歌を、まあ、織り曲以外でね、ああいう系の曲を、確かに歌ったんじゃないかなと。心予報ね。はい、ま、可愛いんだけどさ、やっぱイブさんの曲だからさ、おしゃれなメロディーラインでね、ゲッチゲチに。いや、ゲッチゲチっていう効果を聞いたことある。ゲッチゲチ。どういう感情なの、そのゲッチゲチって。ガッチガチと今ゲは何から来たんだろうなみたいな、わかんないけど、ゲッチゲチだね。ゲッチゲチにおしゃれでね、可愛い曲を、可愛い PV でお届けしましたけれども。可愛かった PV。 はい、まだ聞いてない人や、もう聞いた人もたくさん聞いていただけると嬉しいですね。うん、うん、いや、あの曲めっちゃむずかったんだけど。いや、本当にそう、もう高いんだよね。高いし低いし、どう、そうなの、これカスカスになるかと思ったよ、僕。音域が広くてね、わわわわって弾く音、本当にウィスパーボイスみたいになってたよ。そうなんだよね、うん、低い声本当になんか声量ちっちゃく出ちゃうからさ、うん、珍しいな。まあ、神ミックスしろね、ロロさんがまた今回、ありがとうございます、素敵にしていただきましたということで。低い音って鍛えても出にくいって言うもんね。言うもんね。高いのはね、高いのはいくらでもね、そうやろうと思えば、あんだけど、ちょっと自分の一番低い音を痛感しながら歌いました。いや本当にそうだ、よかった。でも満足いく作品になったのでね。ねえ、動画も、うん、イラストも可愛かったし、動画も可愛かったし、バレンタインを感じました。はい、うん、どんなバレンタイン過ごしましたか、チナ。バレンタイン、はい、いやもう普通にペイン青年会やって二次会でパルワールドやって、あー普通だ、飛び海で、でもチョコはね、もらった、インターネットフレンズに。お、インターネットフレンズにもらったな。うん、うんごちゃんにもらったから。いいじゃん、それだけ食べましたけど、今
年はね誰にも送らなかったから、なんか外に出たりするとさ、やっぱりそのバレンタイン特設コーナーとかがさできてるじゃん。うん、だからちょっとテンション上がったりさ、バレンタインを感じることもあるんだけどさ、うん、やっぱ家から出ないと特に何も感じなく、こうただただ過ぎていく日々という感じで、もしかして感じたくて歌やったいやいや、なんか去年はね、自分へのご褒美で並んで買ってたりしてたのよ、チョコとか、うん、やっぱそのバレンタイン期間しか出てくれないお店とかある、バレンタインの特別仕様のチョコとかがね、そう出るもんね、なんか 2,3 軒並んだりとかしてたんだけど、今年はそのモチベが全くなくて、うん、あらなんかチョコ前かみたいななってたけど、やっぱ並べばよかったなって今後悔してなくなってまた来年もありますからね。はい、来年は並びたいと思います。はい、はい、結構過去の、そう今回 PV でもね過去の作品のイラスト使ってもらったんだけど、そうだよ、何あれ、そうバレンタインキースとかさ歌ったなと思って、そうだよ懐かしくなっちゃった、バレンタインキースね、うん、なんかあれだけかと思ってたわ、もうバレンタインの曲って確かに、まあ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 言いたいことは分かる、心予報新しいの来たなって思って、うん、いいね、あれはね確かにちょっとおしゃれだよね、うちらにしては結構おしゃれラインだよあれは、うん、もう可愛いしね、そうなんかプロセカとかやっぱ流行り曲、そうそうそう、ね、プロセカねやってないんだけど好きなんですよ、わかるわかる、なんかユニットごとに世界観があって、うんうん、心予報も、ね、可愛い子たちが、そうだいぶ参考にしたから、そうなんです、いいね、うん、結構ね闇歌頑張ってるもんね、こう今年に入ってから、そうか、そんなことないか、そうかな、そいつも通りか、いつも通りかもね、そっかなんかソロだって、ソロの歌とか今こう見てきたけど、うん、3ヶ月前だから、いや3ヶ月は直近と言っても過言ではない、いやもう3ヶ月予中予中3ヶ月はそれちょっと天使すぎるな、あそっか3ヶ月の感覚すぎるなそれ、あ結構前よ3ヶ月前か、でもコラボ系はねガンガン確かに上がってたから、うん頑張ったのかもしれない、そうだよ、そういうことにしとこう、今年ちょっとね歌ってみた時差あるからね、収録してから投稿までね、そうこれねすごくって自分が動かないと動かないんだよね、うん、そうなんだよ、歌って怖いだからはい頑張ります、はい頑張っていきましょう、はい、じゃあもうゲストコーナー行っちゃいますか、うんそうですね、早速行きましょう、はい、では次はゲストコーナー、イエーイ、イエーイ、はい、こちらのコーナーでは毎月一人ゲストさんをお呼びしてお便りと一緒にゲストさんの魅力に迫っていこうというコーナーです、うーん、では早速今月来てくれたゲストさんはこちらの方です、はいどうも、さかなと申します、普段は、人狼ゲームとかアモンガスとかの、正体イント系ゲームの配信とかをやっております、まあ、人狼系配信者でいいかなと思うんですけども、よろしくお願いします、お願いします、します、やった嬉しい待ってました、待ってましたよ待ってましたよ、うん、じゃあ早速ね魚さんの魅力迫れるようなお便りたくさん届いておりますので、どうですか、うん、魅力あるんですかこの男に、ありますよ、たくさん来てますよ、じゃないですかじゃあ読んでいきたいと思います、はいはい、じゃあ僕からいこう、お魚天国さんからのお便りです、ありがとう、はい、はい、ありがとうございます、魚さんの推しポイントズバリナチュラル強靭なところです、特にアモアスなんかは視点配信見ると本人は至って真面目に行動しているにもかかわらず、他視点から見ると明らかにおかしいことなんて日常茶飯事それが面白くもあり恐ろしくもあり、
お茶目で交わしていくところも相まって非常に楽しく配信を見ることができています。これからも異常な日常を過ごして楽しませてくださいとのことです。いやいや、まずあれだよね、なんか別に推しなのこれ。変な人ですよ。いやいや、推しっぽい。変な人なの。異常な日常っていうのもさどういう感じなの、異常って。いや、この視聴者さんにとっては異常なんだけど、きっと魚さんには日常なんだろうなっていうことなんじゃない。うん、薬でも作ったのか俺は。ほんまに。でもなんかアモアス界隈で遊ぶようになってから、あ、魚さんってナチュラル狂人なんだって思うし増えましたよ。ナチュラル狂人って言い方もどうなのかなと思うけどね。正直な。どんなところがこう具体的に言うとそういうポイントなんですか。私はあんまり魚さんが狂人だって思ったことないんだけど。まあ四葉さんはね、真面目なタイプですからね。どういうことだ。ね、まあ真面目タイプですからね。いやでもね、なんかね、あれじゃない、だからなんでその行動したんですかみたいな、ちょっと理解ができないことってあるじゃない。なんか日常生活においてもさ、その外歩いてたとしてもさ、え、何この人みたいなのあるじゃん。多分そういうとこなんだろうね、そのナチュラル狂人っていう言い方というかさ。いや、そのアモアス、特にアモアスなんかはってお便りでも書いてあるけど、まあ、具体的に言うとどういうところがそういう部分なんですか、魚さん的には。いや、なんか当時はそのアモアスもさ、今ほど別にみんながやってるわけでもなく、その連動というか、そのプレイの経験値もそんなに高くない時にやってたというか、そのなんだろう、分からないなりにどうやったらいいのかなみたいな、結構ねふざけられてる時間帯が多かったんですよね。だからその結構タスクとかも別に急いでやらなくても、なんかちょっと冒頭でふざけてるっていうか、まあその行動したとしてもなんとかゲーム自体は成立するみたいな環境だったから、そういう感じのことは俺以外にもやってる人はいたんだけど、ただ別に自分自身はちゃんとプランニングを立ててやってるから、そうそうそう、だから他の人から見ればなんでそんな行動したんですか、無意味でしょって言われるんですけど、いや、この行動にはちゃんと意味があって、こうなんですよって、そう説明をしてるから、そうだからちゃんとなんか考えなしにやってるわけじゃないんですよね。だからちゃんとそのいわゆるね、クルーメイトの人たちのためを思っての行動みたいな。別に履歴がしたくてやってることではないと。そう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 。なんかストレージぐるぐる回ってみたり、ベントの上立ってみたり、はいはいはい、暗室の前立ってみたりみたいな、そういう。そういうのはその面白そうだなって思ってやってるっていうよりは、ちゃんと理になると思ってやってるタイプなんですね。そう、ちゃんと理になることを考えてやってる。それはね。そうそう、だから面白いな。パッとすれ違うとさ、え、何やってんのってなるから、ちょっと異常に見えるっていう。例えばさ、今のエアシップだったらアーカイブがさ、まあ、回れるわけですよ。だけどまあ今それやっちゃうとタスクがちょっと間に合わないからやらないんだけど、例えばそのアーカイブをぐるぐる回れることによって何がメリットがあるっていう風に考えた時にさ、要はその3つのドアがさ左右にあって、下にドアがあるじゃん、だから3つのポイントがあるじゃん、その扉を全て基本的に見れる、開いてるか閉まってるか、かつそこにぐるぐる回ることによって誰が通ってるのかある程度わかるわけじゃん、自分のタスクを犠牲にして ね、そう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 、でそうすることによって誰かの死体が上がった時に、あ、この人はここ通ってません、ここの人はこの通ってませんとかね、だからそのルートを防いでるわけですよ、疑似的にね、そうだから門番みたいな、はいはいはい、そう、それによってだから死体が上がると、あ、じゃあアーカイブには死体入れますよ、自分がクルーの時にねっていう説明ができると。それで逆に魚さんが疑われて釣られちゃったことないんですか、そういう時に。あ、でもね、実際はそんなないかも。なんか結構ね、逆にクルー置きされることもあったりもするんだけど、まあそのでもインポスターにとってもあんまり理はないよね、そんなぐるぐるしてたら、そうそう、そうだよね、ないんだけど、ね、思い返してみれば別にそれで勝ったゲームはほとんどないですね。何それ、それで勝ったゲームはほとんどない。いや、なんでかっていうと、そういうことをやるときに限って死体が上がらないんですね。ある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 、必ずそう誰かが死ぬわけではないので、ゲームって、そのターンごとにね、あ、じゃあただただぐるぐるしてた人みたいな感じ。そう刺さることは基本的にない。でもね、高確率で誰かが目撃してくれるから。
うん、面白いよユニークだね。うん、ユニークです。反復横跳び作戦とかもやったんですけど、あれも刺さらなかったあれ、あの、それ説明するとアドミンがあるじゃない。うんうんうん。で、エアシップの時って、ね、その時の仕様がアドミンのその扉の開閉部分に立つとアドミンの位置消えるんだ。はい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 。それを利用して、そう、うん、アドミンのその要はインポスター例えば見た時に俺がこう交互に行くことによってなんか消えたり弁当みたいな、要は弁当使ってんじゃないか疑惑、相方が、そうそうそう、それをちょっとあの分からなくさせるみたいな作戦をやったんですけど全く刺さってなかった。刺さってないんだ。全く面白い。手応えはないけどやってるんだ。そう、うん、あ、でも確かにその魚さんが強靭だっていうのは結構よく見るかも、リスナーさんのツイートで。そうだよね。うん、あのそんなイメージがなかったもので。残んないよまだ。あ、やっぱり。でも、うん、やっぱなんかさ、行動できる系だと出ちゃうのかな。アマスとかもさ、画面で動く議論だけみたいなやつよりは。そうそう、議論だと分かりにくいけど、アクションが入ると、そう、アクションが入るとあれってなるのかなと思ってね。うん、思いましたね。魅力ですね。魅力ですよこれは。いや、全部そう真面目にやってはいるんですけど、ね、やっぱ真面目にやっててもなんかそう言われるっていうのは、まあ、あ、それはもうね、皆さん見てる側のお楽しみのやり方なんで。そうだね。うんうん。そうそうそう。受け取り手に任せておいてね。そうそうそう。じゃあやっぱ真面目っていうのは合ってるんだこれ。真面目に行動してるにもかかわらず、実際さ、自分がどう見られてるのかっていうのはあんまり気にしたことがないから。あ、うん、なんか怖いとかっていうのはよく言われるのよ。怖い。そうそうそう、怖い。いや、それはまあさ、あれじゃん、あのヤンミとかヨッツァとかは別にさ、うん、そんな別にあのもうなんか何回か配信でさ、あの一緒に企画とかも一緒にやったりしてるからさ、人通りがわかるじゃん、うん、その要は、うん、配信上じゃなくても別に、うん、その配信始まる前に、じゃあちょっと雑談みんなで配信始まる前に話したりするじゃん、うんうん、でそれである程度人通りが分かるじゃない、人通りがね、うんうん、なんだけどその視聴者の皆さんはその配信載ってる部分しか分からないから。そっか。そうそうそう、だから基本的に正体陰徳系ゲームやってるとそっか、やっぱりそのそうだよ、ね、そうテンション分の時にはあんまりふざけないから。うんうん、真面目なイメージは確かに。魚さんってなんかずっと同じテンションでふざけたりふざけてなかったりするからそういうところも強靭っぽいのかな。あと怖いって思われるのもそうなのかな。あ、でも確かにね、なんかふざけたトーンで言うとさ、あ、この人ふざけてんだろうなと思われるかもしれないけど、うん、うん、いや何言ってんですか、あなたがふざけてるでしょみたいな感じのニュアンスでやるから怖いよ。いやいやいや、何言ってるんですかって言いながら本人はすごいふざけてたりするからなのかな。昔言ってたのはその、いや、あなたの中ではそれは常識なのかもしれないですけど、私の中ではこれが常識じゃないんですよって。それはあなたの中で常識かもしれませんけど。意外としないで。異常な日常だな。そういうところかもしれない。うんうん。まあ、でもこれね、魅力なのでね、本当。うん。うん、ありがとうございます、お便り。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。わかった。これからも頑張ります。頑張ってもらいましょう。じゃあ次のお便りお願いします。はい。どっち読もうかな。どっちでもいいんや。じゃあ、まちこさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは、月末あまぐり、いつも楽しく拝聴しています。うん、さかなさん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。さかなさんは人狼最大トーナメントで初めてお姿を拝見したのですが、いつも着ているお洋服が素敵だなと思い、出演のたびに変わる髪型や服装を楽しみにしていました。好きなブランドや洋服選びで大切にされていることなどあればぜひお聞きしてみたいです。今後とも魚さんのご夫婦の活躍活動を応援していますとのことです。ありがとうございます。おう、うん、そうだよね、やっぱ魚さんもがっつり顔出ししてる、うん、よね、やっぱ最大トーナメント勢だから最大トーナメント勢というか、うん、まあね、あのそのいわゆる対面でね、顔を出しての人狼ゲームをすることが、うん、増えたので、まあ、自然的にはっていうのもありますね。まあ、顔を出すことに抵抗もなかったんで、うん、まあ、シンプル、うん、やってたんですけど。いや、なんかその人狼系のイベントの時に結構お写真あげるじゃないですか、はいはい、それ確かにおしゃれだなって思ってた。うん、うん、うんうんうん、
なんか好きなブランドとかあるんですか？いやでもね、正直ね、そんなにファッション自体は、うん、なんか興味があるってわけじゃなくて、そうそうそう、なんかね、好きなブランドとか別にないんですよ。なんか普通に見てて、例えば街中とかショッピングモール行った時に、あ、いいなと思ったやつを買ったりとか、はいはい、基本ね、なんかね、このブランドっていうのはなくて、うんうんうん、別になんかズボンとかもユニクロ、そう、ユニクロとかだし、あの全然ユニクロも着る、まあユニクロを着るっていうかさ、そのなんか本当に、なんだろうかな、別に高い服ってやっぱりそれなりにいいものだなっていうのは最近思ったんだけど、うんうん、あの別になんか高い安いよりもなんか本当に結構ね、でもね、人狼の、うん、配信とか出るときに気をつけてるのは一生、まあいわゆる衣装映えというかさ、うんうん、その衣装映えとして、その例えばライトが光ったりとかしたときに、うん、あ、この色がちゃんと映えるような形とか、うん、あとはその、うん、どっちかっていうと人狼ゲームって暗いイメージがあるから、みんな結構ね、黒系とかそういう系を着る人が多いと思うんだけど、結構暖色系を着たりとか、まあ、あと季節に合わせて、例えば春物だったら春物、冬物だったら冬物とか、そういうのも、まあ、意識して選んだりはしてますね。まあ、でも、配信ぐらいかな、本当に。まあ、見られるもんね、その一種の、まあ、なんていうの、うん、芸能人じゃないけどね。そうだね、うんうん、見られるって意識があるのはいいことだね。ちゃんとお衣装として選んでるんだ。そうだね、まあ衣装としても選ぶし、普段着で自分で着る用でも剣で買ってる、なんか服、併用して買ってるって感じだから、じゃあイベントで着て、その後も着てくる。そうだね、でもね、昨年、まあ今年ね、あんまりまだ買ってないんだけど、昨年はね、結構やっぱり舞台上で何かをやるってことが、うん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 、ありがたいことに増えたから、うん、例えば自分のイメージカラーっていうのが、まあアマンガスとかでやるとさ、まあ闇夜さんもそうだけどさ、なんか色がさ結構固定するじゃん、自分の。そうですね、なんかそれによってたまたま選んだ色がオレンジだったから、うんうん、オレンジ系統の服とかを買ったりとかはしてましたね。いや、イメージカラー大事ですよ。ちなみにオレンジは魚さんが好きだから選んだんですか？全然適当、なんか誰も使ってなかったから、そんなもんじゃない？だってさ、まあ、実際当時のサーモアスって別にさ、なんかそんな、何色でもよかったよね。そうそうそう、だから色をさ重視して、なんかいわゆるさ、なんかあの頃アモアスが流行ってて、じゃあみんなで仲間ち遊ぼうぜってやった時ってさ、なんか今みたいな感じでさ、なんかもうすげえみんなが見てくれて、それこそね、うん、なんかいろんなとことタイプとかコラボさせていただいたりとかするってことを考えてないと思うから。そうだから結構適当じゃん、色別に自分の好きな色でいいやとか、うん、まあ、余ってる色でいいやとか、あまり使われてない色でいいやとかなるじゃん。しかも当時も色もさ11色とか17色、ね、そうめっちゃ少なかったから、だからそんな本当に適当だったんだけど、でも結局ね、オレンジって結構使わない人が多くて、うん、意外と被りが少ないから。あ、やっぱこう僕らは結構女性 VTuber さんとかとアモアスもやってたから、女性はね、うん、オレンジ選びがち、人気だよね。そう、人気だけど、男性は確かに、男性はなんか黄緑とか緑が多い、緑青とかだよね、やっぱ。まあ、闇四つはだって下水色とかだもんね。下水色って聞いたことない。下水道の色っていう表現だったの、ちょっと好ましくなかった。好ましくなさすぎるな。どっちの色のこと言ってる？ちょっとドロドロしてる。いや、二人ともドロドロ。薄黒めの。そうそうそう。四つなんて綺麗なピンクやけどね。違いますけど。あえてそこはちょっとギャップ萌えをさ、ああ、なるほどね。うん、ありか。てないな。こんなピンクとか緑とかライム系の色を使いそうなのに、こんななんかそうちょっとやばいみたいな。うん、魚さんじゃないんだから。やめろよ。汚くねえ。あ、でもね、ね、ちょっと話がね、ほんとね、申し訳ない。俺ね、多分ね、もう2時間ぐらい喋れちゃうんだけど、まあ1時間、そう、枠組みがあるからね、だからそれで抑えるんだけど、ちょっと話を戻すと、はい、俺、脱線しちゃうからがさ、脱線しちゃってるからさ、申し訳ない。ありがとうございます。やっぱりでもね、清潔感っていうのは結構大事にしてますね。わかる、うん、人前で出るので、髪型とかもそうなんですけど、うん、まあ、しっかりと、その、まあ、髪を、
例えばねその配信出る前だったら、うん、まあ1週間前ぐらいに散髪をして、うん、でまあ染めるんだったら染めたりとか、うん、まあ、その染める色もね結構ね変えたりするんだけど、それ結構気分で、うん、あ気分なんだあれ、あ気分気分めちゃくちゃ気分、別にこれでこれがいいとかっていうのはないんだけど、まあ、あとはその結構ね昨年か一昨年ぐらいからかな、なんかね結構化粧はするようになった。 お化粧ね、そう、あの最低限の化粧っていうのは、はいはい、あの例えば眉毛をちょっと足したりとか、うん、あのファンデーション塗ったりとかはあの必要最低限のことはやるようになったなっていう。いやもう本当に最近は男性のお化粧をね、その別にその表に立たない人でも普通にするような時代になってきてるから、そうだよ ね、イベントとかするとメイクさんがついてきたりね、あの、なんだろう、芸能人じゃなくてもするらしいからね、やっぱ、うんうん、まあ、結構ね、まあ、あるとは思うけど、まあ、今はでも結構自分でする人は多いと思いますけどね、なんかまあ結構当たり前にはなってると思うんだけど、じゃあやっぱなんかあんま気にしてないと言いつつちゃんとね好きなん、うん、好きなんでしょうね。そうかもね、ファッションね。いやいや、じゃない、いや好きじゃなかったらね、お化粧もネイルもなかなか、女性でもねネイルはね手出さない人も多いから、うん、めんどくさかったりね、うん、あでもね結構ねその辺は多分意識するようにはしてるのかな、多分だから、いわゆるそのなんだろう、本当に見た目というかさ、うん、あのある程度インパクトを残したいっていうのがあるだろうし、うん、まあ気合い、自分の気合いの言い方、まあ、女性の方ってさ、その男性からしてみればさ、なんで化粧するのってあるじゃん、さ例えば、うんうんうん、ちょっとフラット出るとか、うん、あのコンビニ行くとかだけでもさ化粧する人っていると思うんだけど、うん、俺もね結構ね疑問に思ったんだけど、それってなんかいろんなさ、その、まあ、まあ自分漫画とかをよく読むから、うん、そういうのに出てきたりするんだけど、やっぱ自分がそのテンション上げるためにするっていう人もいて、あ確かにそうだなって思ってさ、まあ、そういうのは結構だから化粧を自分でするようになって、まあ、そういうなんか気持ちというのはある程度理解できるようになったかなと思ってます。へー、素敵。なんかやっぱほらよちもさ対面系の人狼とかはよく見るでしょ、うん、見る見る、うん、なんかこう並んでる時にこう魚さんキャラ立ってるなって、そうだね、やっぱ 目を引くよね、うんうん、やっぱ自分のテンションも上がってるし、うん、ちゃんとお衣装として成立してるからいいよね。そうだね、ねめっちゃ見ちゃうからな、やっぱなんだかんだああいう顔出し系のイベント、うん、人狼もだけど、うん、見ちゃうよいや実際ねそう見る人多いよね、やっぱりその、うん、なんていうのかな、その全体像というかさ、うん、やっぱり見る人多いよね、うん、いろんな人がいると思うんだけど、そのただ単に人狼ゲームが好きなだけで見るとかさ、他のゲーム、うん、そのゲームが好きなだけで見るっていうのも人も多いと思うんだけど、うん、その要は演者がその体を全部出してる状態で見てるとさ、うん、あ この服いいなとかさ、まあ、例えばもう芸能人とかがテレビでね、うん、出てる時もあこの服いいなみたいな、で大体調べたクソ高えっていう、ね、本当にのがあったりするんだけど、うんうん、いいね、いいですよ、楽しみながらも気を配れるのはいいことですね。ねえ、今後も魚さんのファッションに注目やね、注目やね、それやね、うん、ありがとうございました最終的に小林幸子みたいなもうでかい最終日そう最終日3人だったからちょっとなんかいいな、ちょっとやってそうで面白いそれですごい真面目にゲームマスターとかしてるんでしょそうそうそう面白い、すげえ高いところから本日処刑されたの。ちょっとお便りとはそれるんだけど、はい、魚さんってやっぱりその企画屋さんだっていう話を実は先月スナパイさんもおっしゃってて、あ、はいはいはい、そう、そういうのはなんかなんだろう、やっぱ好きだからやってる。いやなんかねこれね自分の性格なんだろうと思うんですけど、うん、まあなんかなんかね四つ葉ごめんねかちょっと話をそのなんかあれなんだよね、なんていうのかな、その話の過程の流れで言うんだけど、四つ葉はどっちかっていうと多分みんなとワイワイ楽しみたいタイプでしょ、うん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 、なんか居酒屋とか行った時に多分みんなと会話して楽しみたいっていうタイプで、はいはいはい、多分ヤンミは多分どっちかっていうとちょっと引いてそれを観察するタイプだと思う。へえ、なるほど。でなんだけど俺もなんかどっちかっていうとなんかねヤンミタイプってこと？そう全体的にみんなが楽しんでる姿を見て楽しむタイプなのよ。
まあ、確かにヤンビもそうだよね。なんかこう場を作るのが上手だよね、二人ともね。ありがとう。なんか別にその、まあ、難しいな、企画、いろんな企画が今まで一緒にヤンビともやってきたけど、やっぱ魚さんと共通してやっぱ安心感があるもんな。ほんと、あの魚さん GM って言われたらちょ安心感半端ない。あ、もう安心感だよね。出よっかなってなるもんね。行っちゃおうかなってなんか自分がそのプレイヤーとしているよりは、そのどっちかというとなんか取り仕切る立場というか、なんか第三者として見てる立ち位置の方が自分は楽しめるなっていう風に思うんで、好きなんだ、もうその役回りが、そもそもね、そうそうそう、あの人狼ゲームに しかり、あのなんていうのかな、そのまあ思ったんだけど、まだマーダーミステリーとかも、なんかどっちかというと俺ね、その自分で謎解きをしたくないタイプなのよ。だから謎解きとかもあると思うんだけど、謎解きというよりはその謎解きってさ、普通さ解く過程をさ楽しむじゃん、俺なんか楽しめないのね、なんか解くのがめんどくさいのよ。なんだけど結末は知りたいじゃん。あー、ちょっと分かる、ちょっと分かるよ。だからそれギミックとか、その演出とかを見たいんだけど、自分がプレイヤーに入っちゃうとどうしてもその解かなきゃ解かなきゃっていう意識とかが入っちゃうから、どっちかというとその運営側で見たいのよね、それを。っていうのを昨日ね思ってた。昨日直近だな。そう、昨日思ってた。だからそう、こうなんかみんなが楽しんでくれるような演出であったりとか、あ、こうやったら面白くなりそうだなとか、っていうのをなんかやる側の方があの性に合ってるし楽しめるって感じかな。まあ、もちろんそのプレイヤーで楽しむこともできるとは思うんだけど、より楽しめるって言ったらその回す側の方が楽しめるなって感じはある。じゃあ司会業というよりはもうその企画そのものの進行が好きなんだ。そうだね、なんか例えばこの人とこの人組み合わせたら面白そうだなとか、ディレクターやん、もうディレクターだね。そうそうそう、まあもともと仕事でやってたってのもあるんだけど、そういうのが結構性に合ってるなとは思うね、本当に自分の中では。そうなんだ、こういう風にやったら面白そうだなとか、まあ、実際にね、そうそうそう、それで楽しんでくれてる人が大勢いるっていうのがね、やっぱりさすがだなって思うよ。確かに。なるほどね。なんかぶっちゃけこう企画する人とかこう司会業する人ってめちゃ目立つことってまあない。どっちかっていうとやっぱプレイヤーとかね、まあ、言ってしまったらひな壇タイプの人とかが目立つ、じゃないですか、配信も。さかなさんはでもそこのその GM ポジションっていうのをもう確立させてるから、自分ね、すごいなって思う。まあ、でも人狼自体の GM はね、ほんとね、なんかね、相当長くやってるから、もうなんか6年とか7年ぐらいかな、やってるから。6、7年やってる、相当やってるかな、人狼自体はね。まあだから本当にスカイプ人狼っていうのがあって、出た、先月話してた。そこからまあもともと俺ってその途中から参加した人なのね。要はもともとそのスナパイとかの話が出るけど、スナパイとかがやってたあの人狼のスカイプ人狼っていうのがあるんだけど、まあそれよりもっと前にいろんな人狼があったみたいなんだけど、まあ、それのなんか途中ぐらいから俺が入って、で別にそのスナパイとはその時も全然面識ないのよ。で俺は俺の方でその違うカテゴリーでさ、当時のニコニコ動画でカテゴリーで活動してから、そのカテゴリーの知り合いとかを誘って自分のコミュニティで配信をしてたりしてて、でそこから人狼の人たちとのつながりができてっていう感じで、どんどんねそのコミュニティを大きくしてって、で今に至るみたいな感じだから。うわ、それで思い出した、さかなさんって なんで人狼どこで知ったんですか。いや、もともとね、2011年にニコニコ動画で上がってた、その年明けかその新春のその寺蔵さんとかが出てた動画があるのよ。17人とかでやってる人狼の動画。そうそう、砂ザメさんとかもいたかな、なんかそのこの辺だと。だから本当に当時あのゲーム実況のカテゴリーで、まあ、GM とわこさんっていうゲーム実況者の方がやってるんだけど、
その動画がね、その本人たちが上げたわけじゃなくて第三者の人がそれを録画してあげてるのよ。でそれが上がってて、それは結構ね面白くて、それ初めて見た時に、お面白いなこのゲームって思って、自分で、あ、このツールとかがあるんだ、じゃあ自分でやってみようっていうのが始まりすごい最初の一歩でけね、行動に移す力も強いんだろうな。そうだね。なんかそう、もともと当時はもう踊ってみたのカテゴリーで活動してたから、自分は踊ってみただったの。そうそうそう、踊ってみた、歌、最初歌ってみたのカテゴリーを見てて、でそっから踊ってみたに派生して、で踊ってみたに行ってたって感じ。なんかもともとね、そう、これ昔話になるんだけど、2007年にニコニコ大合唱っていうのがあったのね。要はニコニコ組曲っていうのが当時あって、まあ、要はその当時流行ってたアニメとかのその曲を、まあ、主題歌の曲をそのつなげて15分ぐらいに、でそれをニコニコ組曲ってタイトルで上げてる人がいて、それがもう当時ニコニコ動画見てる人はもう誰もが知ってるようなやつになって、でそれをなんかカラオケ、当時ねカラオケオフ会が流行ってたのよ。カラオケオフ会。そうそうそう、その歌歌ってる人たちの。そうそうそう、でも単純にもうそのカラオケでその歌を歌うって、そのニコニコ動画で入ってた曲を歌うっていうだけ、で確かね2007年か2008年に東京でそのニコニコ組曲をホールで歌うみたいな企画があって、ホールで、でそれがなんかね、そのネット掲示板とかでなんか貼られて、そのすげえ話題になったのよ。なんだこれみたいな感じで、要はそのちょっと揶揄というかさ、冷やかしみたいな感じで言われてたんだけど、そうそうそう、それなんか東京であったのよ。でも当時俺名古屋に住んでたんだけど、その名古屋でじゃあニコニコ、組曲の大合唱やりたいっていう人がいて、主催でね。でそれでなんかそのよくあるのよ、カラオケオフみたいなミクシーがあったんだけど、当時ミクシーのコミュニティでオフ会でそのメンツ募って、まずはその確か覚えてんだけど、12月のね、ほんとクリスマスとかの年末、土年末に40人ぐらいがその名古屋のとこのカラオケ屋に集まって、まあみんなで歌ってるんだけど、そこでなんかそのそうそうそう、大合唱、名古屋で大合唱の企画をやりたいからって言ってスタッフを集めた時に俺がそこに入ったっていう。すごい。なんか知らない人の話してる気持ち。ね、確かに。そうだよね。知らなかった。踊ってみたとか歌ってみたとか。さかなさんって、あ、でもそもそも踊ってみたは全身出すわけだから、そっか。だから顔出しにあんま抵抗なくて。で、それでまあその大合唱をやって200人ぐらいだったかな当時。なんかね、200人ぐらいの。ホールで、まあ、今池っていう場所でやったんだけど、まあ、第1回はね。でそれで、まあ、無事成功して、で、まあ、第2回第3回って続いてたんだけど、でその後に踊ってみた、まあ、その要はカラオケ歌ってみたのスタッフたちもさ、その要は歌とかそういう踊りとか、まあ、歌ってみたと踊ってみたって結構互換性があってさ、まあ、要はその歌ってみたの歌詞をその曲を使って踊ってみたで踊るみたいな、そうですよね、そうそう、そういうのがあったから、その踊ってみたその当時オフ会やってる人たちの集いがあって、まあ、そこで踊ってみたをやろうみたいな話になったから、俺もそこになんか行ってたみたいな感じで踊ってみたにやって、まず、ね、当時ね一応ね映ってはいるんだけど、踊ってないのよ。そう、旗から見てる。あ、はい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 、だけどちょっとね映ってやつもあるんだけど、ちょいちょいね、若い時の自分がなんだけど、そうそう、当時は本当にやらないかっていう、月島キラリのアイドルの、バラライカっていう曲があるんだけど、なんかそれをまた違う人がその振り付けをつけてやらないかっていう、ちょっと見たことあるよ、まあ、この場で言うのはあれなんだけど、ちょっと男性の BL 系の元ネタがあるやつのキャラクターで踊らして、それがもうそのニコニコ動画でめっちゃ流行ったのと思う。今で言う猫ミームみたいな感じで流行ったね。そう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 。でそれをその踊りっていうのがあって、それをみんなで踊るっていうオフ会がめちゃくちゃ当時流行ったの。2008年から9年10年ぐらい。
でどれぐらい流行ったかというと、うん、東京、福岡、北海道、大阪、名古屋みたいな、なんかもう五大都市みたいな感じで、うん、なんか全国でなんかもうオフ会をやろうみたいな、もう連動、都市連動でやろうみたいな感じで、当時ねマジ500人ぐらい集まったかな。公園に500人ぐらい集まってやらないかという曲を踊るの一斉すごい、っていう動画が当時上がってたりするんだけど、そこで踊ってたりしてた。あのやらないかもね。そう、楽しそう。なんか当時のニコニコ動画民は結構ふっかるなんですね、うん、あでもねなんかねその逆にまあ、うん、オタクの文化で踊っ、まあ要はハレハレ愉快とかがさ、はいはい、多分その踊ってみたの文化の結構最初の方だと思うけど、うん、あとはその陰陽師っていうさ、うん、なんていうのかな、悪霊退散、悪霊退散、道満星満っていう歌があるんだけど、うん、もう踊りなの？踊り？そうそう、それも踊りなんだけど、まあそういうのから始まってっていうのがずっとあって、へまあでもニコニコ動画見れば普通に出てきますけどね。見てみよう。当時のね。あとで見て。やばいですよ。500人ぐらいがもう当時バーン。すごいね。ちょっと見たいよ。へー。で、その後に。オフ会も一段落して、うん、どっちかというと自分は踊るよりもなんかその作品というかさ、その絵を作るのが好きだったから、うん、その、まあ、当時ねその撮影する側の人間と踊る側の人間っていうのが いたんですよ、うん、で今結構当たり前になってるんだけど、いわゆるカメラマンと被写体みたいな、うんうん、はいはいはい、そうそう、だからそれをなんかやる撮影側として自分がもう途中から携わるようになって、うん、魚さでやってましたね、いろいろ。本当にディレクター業が確かに聞けば聞くほど聞くほどだねディレクターポロデュース、自分が撮影したやつとか、うん、もうニコニコ動画調べれば出てくるんですけど、まあでもその当時その一緒にいろいろやらせていただいた人たちが、うん、アイドルになってメジャーデビューしたりとかも結構あるので、なんかすごいね、そう時代がどんどん年を重ねていくごとに応援、あ本当にすげえなーっていう人たちとかも増えてましたね。うわあ、でもそういうのとかもやってたから、まあ、今もやってるしで人脈も広いのかな。あ多分まあそうだね、そのつながり自体は結構いろいろあるかもしれないですね。でも結構その疎遠というか連絡を別に必要以上には取らないから、うん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 、なんか X っていうそのネット上だけで今つながってるって感じかな。その界隈は違うんだけども、うん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 、でもなんかたまにそのパッと出会うことありますけどね。あれって あここで出会うみたいな配信とか、そうそう、だから当時踊ってみたで活動してた人がゲーム実況者とかそのアモアスをやってる時に、うんうん、あれとか人狼ゲームやってる時にあれとか、うん、ねー楽しい。そのあとはよくあるのがその、うん、当時やってたその人狼の配信とかの GM の時に実は参加してましたよとか、うん、視聴者参加型当時やったのよ。おー、あーなんか言ってたね、スナバイさんも。そう、今みたいにその特定の人物を呼ぶっていうのが今まあ主流じゃん、うん、なんだけど当時って そういう概念があんまりなかったから、うんうんうん、本当にもうだから自分のコミュニティでじゃあこの時間から立てます、じゃあ来てくださいって言って、うん、16人とかの人数でそれを配信載せてずっとやってるっていう、だから本当にプレイヤーの人たちは誰でも参加できるみたいな感じだったから、うん、そう今その人狼ゲームとかでやってた時にあの時参加してましたよとかっていう時もありますね昔。思わぬじゃあ出会いがあったんだ、うん、そうそう、でも顔知らないから声だけしか知らないから、そうそう、あこんなやつだったんだみたいなのあったりして面白いですよ。そうそう、ね、なんかスナッパイさんも言ってたけど魚さんのね開く人狼は人気でみたいな、うん、すぐ人集まっちゃって、そうそう、当時は本当にそれこそだいたい19時とか20時から始めるとしますよね。20時、うん、じゃあ20時から始めます、で5分間ぐらい待って、じゃあ5分経ったらこの時間から募集開始します、じゃあどうぞって言って
16人ぐらいの定員、15人かな、自分含めて15人とかなんですけど、基本的に多くてね、うん、でそれが10秒ぐらいかな、多分。やばー、争奪戦だ。そんな、じゃあもうその時間になったら張り付いとかないと入れない。面白いチケットみたいだ。そう、ありがたいことで本当にすごいたくさんの人が来てくれてたからありがたかったけどね、その時は本当に困ってなかったから。楽しすぎるねそれ。うん、じゃあやっぱ信頼だよね。信頼があって で人脈もあってってなった時に、こう自分がこれやりたいなって思った時に人が来てくれやすいから、企画も成立しやすくて最高ですね、さかなさん。いやいや、でも本当になんかその結構ね、その時にあまりやらないようなことはやってたりしたから、うん、そのいわゆる人狼ゲームとのさ、一番のさ、ダメなとこっていうか、参加しにくいとこって、うん、結構言葉が強いのよ、ネットだと特に、うん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 、その当時結構その言葉が強くて、うんうん、それが結構当たり前になってたから、うんうん、あ、これは結構初めて見る人も参加しづらいんじゃないかなと思って、うん、当時自分のコミュニティのブロマガっていうのが、今なくなっちゃったんだけど、ニコニコのブロマガっていうのがあって、うん、そこにもうルールを書いたのよ。でもう絶対にルール上で継承付けをしてくれと、はいはいはい、でデスマスク調でやってくれって書いてある。だからもう何々さん、もう絶対くんとかさんにしてくれ、呼び捨てするなと、うんうん、であとはもうデスマスク調にしろって、要は敬語を使えっていう風に言って、それをもうずっとやってましたね。あ、でもそういう気遣いも、お便り来てた、なんか優しい気遣い、うんうん、そういうのあると、こう見てる側もだし、プレイヤーとしてもね、魚さんのとこ行ったら、とにかくね、そう、初めての人が参加しやすい環境にしなきゃと思って、うん、新規向けにね。そうそうそう、その当時はそこまで多分ね、新規向けの枠があんまりなくて、なんか新規層が参加しやすいっていうのがあんまりない買ったから、自分でもう作っちゃった方が早いなと思って、その人も来るだろうし、それでうまくいってんだから。そう、結構ね、その当時ね、寺蔵さんとかが、うん、人狼ゲームのその配信とかをね、めちゃくちゃやってくれてたのよ。そうで、もともとそのすごい、これね、配信でも俺何回か話してるんだけど、めちゃくちゃその当時感謝してるのが、寺蔵さんが人狼の GM をやってたんだけど、うん、そのね、配信画面はマジで素晴らしくて、そうですよね。そう、そのね、やっぱりね、その自分がやってるのって基本的に誰かの真似をさせてもらっててやってることだから、ただそのいわゆる当時画期的だったのが、スカイプ人狼にしても、うん、そのGM 目線で全部のチャットを見せるようにしてたのね、うんうん、寺蔵さんが、うんうん、要は人狼のチャット、まあ、チャットがあるのよ、うんうん、今だったらさ、Zoom とかだったらその通話でやっちゃうんだけど、うんうん、その当時はそういうその分離するシステムができてなかったから、うんうん、そのチャットで全部内通とかをしてたのね、その作戦とか能力講習を、うんうん、でそのチャットって基本的に見えないのよ、うん、GM がね、処理するもの、そうそうそう、うん、見えないんだけど、寺蔵さんはそれを人狼チャット、ブライナイチャット、霊媒、霊能騎士、狩人とか、狩人、ブラビトチャットって分けたのね。うんうん。まあ、それがね、めちゃくちゃ素晴らしくて、要は、見やすかった。その一つの画面で全部が見れるのよ。うんうんうん。で、それを寺蔵さんが突っ込んだりとか、あ、この人悩んでますね、みたいな。うん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 。見てても面白いもんね、そうそうそう。それを見た時に、わ、すげえなって思ったのね。まあ、寺蔵さんとその時ね、あんまり関わりなくて、自分は普通に一方的なファンでゲーム実況見てて。うん。っていう立場だったから、あ、この人すげえなーと思いながら見てたんだけど、まあ、それを結構その見た時に、あ、じゃあ自分もこれやろうと思って、うん、まあ、もちろんその当時その知り合いのデザイナーがいるんだけど、そのデザイナーの人にお願いして、こういう感じで作ってくれって言って作った。デザイナーにお願いして、えらい、うん、当時版権とはっていうレベルでやってましたから版権とはっていう、そうそう、なるほど。半券 BGM 流しまくりだから、もう絶対 YouTube で上げれないっていう。そう、その時のものはもう。あ、でも動画には残ってますからね。見れるんですけど。だからやっぱりそういうなんか一から何かを作るっていうのにかけて、やっぱり寺蔵さんはね、素晴らしいなって思いますよ。素晴らしいですよね、うん、僕がね、そう、結構尊敬してる人狼のゲームマスターとかっていうのが、うん、2人いるんですけど、それが寺蔵さん で、うんうん、うわ、でもう一人がその鈴木和さんっていう、はいはい、人狼ゲーム牢獄のアップ
アクムっていうアプリケーションあるんですけど、それを作成した人なんですけど、基本僕が今ズーム人狼とかで言っている恐ろしい夜が明け朝がやってまいりましたとかは、全部その牢獄アクムの鈴木勝さんがまあ、ゲーム内でその文章が出るんですけど、その鈴木勝さんがやってたのをもう丸パクリやってますから、かっこいいよね。そういう文言もテンション上がるもんな、人狼って。いや、そう、ちょっとね、お話がさ、お便りから脱線してるのもあって、うん、たっぷりしてるから、ちょっとこれ読まないかなって思ってたんだけど、さかなさんのその GM の時のね、その声色とか、そのさっきの恐ろしい鳥がやってまいりますみたいな、定型文みたいなやつとか、もう気に入ってる人がたくさんいるみたいね。うん、いいよね、決め台詞、うん、GM の、ね、それもやっぱ世界観の世界観ね、わかるわかる。まあ、でも本当に世界観とかはね、結構大事にはしてますね。あ、それはなんかね、配信の BGM とかもそうなんですけど、うん、この辺はね、やっぱりね、好みなんですけど、やっぱり人狼ゲームって議論をするゲームだから、うん、その BGM を載せちゃうと結構ね、邪魔だっていう人も多いんですけど、基本ね、その最初の頃ってその議論中にも BGM 流してたんですよ、うん、なんだけど途中から議論中は BGM 載せずに投与時間だけ載せるようにして、えっ、わーすげえ。で、そのまあ何か雰囲気に合った BGM 用意してやるっていう、何かだから何ていうのかな、そのドラマと一緒な感覚ですよね。はいはい、何、うん、か生でさ、メイキングとか見るとさ、すごい何かその人が喋ってるだけだっていう感じなんだけど、それが BGM でプラスされるとさ、やっぱり何か盛り上がるじゃん、感情が。盛り上がりますよね、うん、だからそういうのも大事にはしてますね。だから最近ちょっと前ぐらいに、うん、今までフリー BGM とかを使ってたんですけど、うん、もうこれもう有料のやつ買った方がいいわって思って、有料の会員のそのサイトとかあるじゃない、うん、有料でやるとなんか、そう、まあそういうのを使って最近探してたりするんですけど、やっぱテンション上がりますね。うわ、魚さんすごいな、ガチで絵作りもだし、配信作り、企画作り、全部自分でやっちゃうタイプだ。もうできちゃうタイプだね。いや、イラストは描けないからね。そこだけなんだよね。いや、イラストは頼めばいい。頼めばいいから。結論ね、うん、できないことは頼めばいいんだから。そうそうそう。でもそれを組み合わせる力っていうのはもう、そう。そう、一人でね、完結できたら最強なんで。まあ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 。うん、最終的にはね、全部一人やりたいっていうのがあるんだけど。うんうん、出た出た、自分がやった方が全部いいだろうっていうね。さかなさんクリエイターなんだ。クリエイターはディレクター、うん、組み合わせ能力がかなり高い。正直ゲームマスターもやってるのってなんかね、うん、気になっちゃうんだよね。自分がプレイヤーで入るとさ、運営のことは気になっちゃう。だからお魚人形とかで、はっきり言うとお魚人形とかでさ、そうプレイヤーで見たいですっていうお声もね、ありがたいこといただくんですけど、うん、やろうと思えばできるんですよ別に、うん、他のゲームマスターをお呼びして、自分より上手い GM なんて腐るほどいるんだけど、うん、なんだけど自分がやってる主催の運営だと気になっちゃうんだよね、うんうんうん、ここどうだろうとかさ、なんかもう気になってしょうがないから、これあかんわと思って。だからもう、そう、お魚は本当ね、もう自分はプレイヤーで出ることは本当にないと思う。悲しいような。そう、気になっちゃって。まあでもね、他の人狼会あるから。そうだよね。あ、そうそうそう。ここね、それはね、もうね、そう、そっちはもう完全に大丈夫なんですけど。うん、ちょっと答えられなかったらいいんですけど、うん、お魚人狼はその。うん、なんだろう、人と人の組み合わせとかも考えてるんですよ。あ、それはねもちろん考えてますよ。なんていうのかな、そのお魚人狼自体は自分の中で明確な差というか、その、うん、区分つけてて、うん、要はその顔を出せる人たちのみの村と、うん、顔を出せない、まあ、出せないというか、そのいわゆるライバーの皆様、うんの方たちとか、その声だけの人たち中心の村とかっていうのを完全に分けてるんですけど、うん、まあ、顔出しに関してはやっぱり人狼ゲームって、まあ、自分も対面人狼ずっと、もともとは声の人狼、声のみの人狼から、うん、顔を出す人狼ゲームっていうのをずっとやってきたから、
どうしてもやっぱり顔を出した方がさ、いろいろ表情も見えるし、うん、あのそういうのも楽しめるかなと思ってたから好き好き、ね、やっぱ最大もね、唐突 に初日が始まってなんかニヤニヤしてましたよねとか言ってそうなのよね、やっぱ顔出せないところはね、そう初日 の、 何を言っていいかわからないあの空気の中、表情精査したりとか、うん、なんか変な動きしながら、あ、そう、リラックスしてますねあるある、あとなんか上向いてるからその時なんか考えてますよねとかって言って、あえて突っ込めるのいいよね、いいよね、それがやっぱ対面の良さだよね。そうだから結構それはね、でもねそれがね一人でもそういうなんか要は顔を出せない人、うん、まあ、要はそのちょっとライバーの皆さんとかだとそのちょっとイラストチックな感じになっちゃうと思うんですけど、うんうんうん、それで要はちょっと生身の人間とじゃどうしても差が出ちゃうから、うん、出ちゃう、それがねそのやっぱりその人にヘイトが溜まっちゃう可能性があるんだよね、うん、その一人だけに、だから別にこっちとしては楽しんでるんだけど、うん、見てる側としてはそれがなんか不公平だろうみたいな、差ができちゃう、そういうご意見もいただいたりするから、そうなってしまうと主催としてはさ意図してないのよそこは、なんかみんなで楽しみましょうねっていうやってるんだけど、それをその良しとしない人たちがいるっていうのは、まあそれよくよろしくないと、まあ、やってけば多分理解してくれるんだろうけど、でもそれがあっちゃうとさ、やっぱり全員がそのプレイヤーの人たちも楽しめないだろうから、まあ、だったらもう一旦それはもう全部区切ってやっちゃおうと思って、でその時に自分がありがたいことに人狼のゲスト会とかをやらせていただいてるので、うん、そのゲスト会とかで知り合ったいいなと思ったプレイヤーをお誘いさせていただいてるっていうのが今の原型ですね。もともとコンセプトはそう自分が見たい人たちを呼びしてるっていうコンセプトでやってるんで、まあその要はこれもぶっちゃけその自分が主催で全責任を負えばさ一番分かりやすいから、その視聴者から分かりやすいじゃん、俺が魚がなんだこの人って思っても魚がこの見たい人たちを集めてるんですよってコンセプトでやってるから、まあ、何かあった時は自分の責任になるしっていう感じでやってますね今は。なるほど、もうお魚人狼ファンだから毎晩どうしてもねその人狼ゲーム自体はねプレイヤーへの批判っていうのがどうしても少なからずあるゲームなので、どうやってそれを防ぐかなっていう時に、まあ、基本的には主催が全部責任を負えるような形にしないとなって思ったりもするし、だからそうすることによって例えばプレイヤーで何かあった時でもいやもうこれは自分の責任ですねってなれるし、うん、納得もできるから自分自身が、うん、安心感だね。過去はまあそう結構レベル帯というかその、うん、レンドのやつは結構合わせたりはしますね。いやー、うん、助かる。レンド大事だからな、なんだかんだね、うん、だからある程度のものっていうのは、うん、これはまあちょっとね悪く聞こえるかもしれないんですけど、ある程度土台に立ってないとっていうのは自分の中ではありますね、正直、うん、いやでも顔出しの方はね、うんそうそう初心者の人たちとかその結構わちゃわちゃするやつに関しては結構もうそういうのをごっちゃにして、うんうんうん、ある程度その関わり合いある人たちを中心に誘ってはいるんだけど、まあ、それでもやっぱりねちょっと微妙にならなっていう時もあるから、やっぱりこの塩梅が一番難しいかなと思いますね。難しい、正解ないしね、こういうのってね、組み合わせとかそのコンセプト通りにいってるかとかもね、成功はあるのね、正解はないから難しいところだよな。見るのは好きって人は多いんだけどね、やりたくないって人は多いんだよね。あ、そうかも、ね、あれなんですか、でもわかる見るの好きなんだけどな、やるの緊張しちゃうから、やるのと見るのはね違うからな、まあ、配信でやるっていうのになるとねまたねしんどいんだよね、配信タクというのがね、またちょっと違う、また悪いコメントがねこう目につくんよ、そう100いいコメントがあってその1嫌なコメントがあると、いや1嫌なコメントがずっとね一週間ぐらいな残るんだよ ね、 ね、人狼なんてヒューマンエラーのなんか重なり合いみたいなところもあると理解しつつ、そこ疲れるとえってなるから、そうそうそう、聞かせないみたいな、深夜3時ぐらい深夜3時か5時ぐらいに寝れなくてずっと考える、夜は良くないですよ、そう夜良くないんだよな、
でもね、まあ本当にね、結構自分の配信でも伝えてるんだけど、なんか間違えることが悪ではないんだよね。うん、そうそう、なんか間違えるのが悪じゃなくて、なんかその人がさ頑張って出した推理の過程を楽しんでほしいなと思うんだけど、まあ、なかなかねそれがね、全員一致になるわけでもないし。そうですね。そうそうそう、だから面白い部分でもあるんだろうけどね。そうだね。なんとかねその空気変えたいんだけどね。うーん、なかなか難しいものがあるよね。でもなんかそのこうやってね、僕のなんだ近い活動者さんたちがどんどん人狼とか参加してる感じを見ると、ちょっとずつ変わってきたのかなって。それはね、さかなさんが頑張って企画したりとか配慮してくれてるおかげだなって僕は思います。本当に、まあ、自分の配信はね、せめてね主催は配慮できるようにしたいなと思うけどね。すごいよ、助かるよ、本当にありがとう魚さん。本当に毎日楽しめています。たくさんアーカイブもあるからね、うん、気になった人は見てみてね。まあ、いろんな回がありますから、うん、成功もあれば失敗もあるんで、うん、本当ね、2年か3年ぐらい ようやく継続できてるんでね。すごい、まあ、見ていただければ。本当に、まあ、でも性格出るからな、プレイヤーの人たち。それが面白いんだよね。そうだよね。ヨッツァとか闇とかもさ、その正体糸系ゲーム やったことを、まあ、アマースでもそうだしフェインでもそうだと思うんだけど、うんうん、やっぱり性格出るじゃん。出る性格もプレイングもね。そう、出るから。そういうのがねやっぱり楽しいよね。うん、お便り皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう大体なんかずっといろんな話を、うん、なんか脱線しまくって俺が。最高、最高だよ。これがね、うん、これまだあと3時間いけますから。坂田さんもやっぱおしゃべりなんだな。いやいや、全然俺しゃべりはねしないよ。俺多分どっちかというと喋る人がいたら、うん、聞くタイプだから。あ、そう、今日はね、自分から喋ることない。そうそうそう、自分、今日、ね、今回は自分がさ喋、うん、らないといけないから喋るんですけど、うん、ありがとうございます。本当にあんまり配信でね喋んないですからね。あるじゃん、貴重だ。じゃあそう、またちょっと話脱線するんですけど、あ、すみません、ちょっと時間オーバーしたらもうちょっとカットしていただいて。あ、全然大丈夫ですよ。で、要はさ、配信者でもさ、うん、その終わった後にちょっと雑談する人いるじゃん。いるいる。俺でもなんかね雑談したいと思うんだけど、別に話すことねえなって思うからやめちゃうの。じゃあ雑談配信ってあんましないの？いや、しない。じゃあもう今日の話しないんだけど、いや、違うんだよ。いや、あ、でもね、ニコ生とかの時代はめっちゃやってたのよ。あ、はいはいはい。だからリスナーからのその人生相談みたいなの、おくっそ重たい話からちょっと恋愛話までっていうのを、うん、そのスカイプでつないでやってたんだけど、うん、だからそういうことはやってたんだけど、どっちかというとやっぱりニコ生のさ文化が残っちゃってて、コメントないとちょっとあんまり雑談ができなくなっちゃって、そうそう、自分からこのこう発信するってことあんまりしてなくてさ、あ、だから例えばプライベートでこういうことやってましたよとか、うん、今日はこれやってましたねって、ちょっと端的には喋れるんだけど、詳しくは喋らないっていう。じゃあ今日ねほりはほり聞けてよかったよ。よかったね。こうやってお題があると喋れるんだな、うん、お題があるとね。そうだね、だから結構それこそお便りをもらってやろうってなったら時もあるんだけど、うんうん、やらなくなりましたね。めんどくさがってるな。そう、あのね、興味ないこととかね、やりたくないことやらないのよね。これがね、あかんとこなのよね。よ、いや、あかんくないよ。あかんくない。全部やってたら大変なんだよ。見てる人にはね、わかるよ、その人が楽しんでやってるのか、うん、ちょっとなんか義務感でやってるのかっていうのは、うん、リスナーさんが一番わかるから。いやでもね、ほんとね、なんか自分がやりたい企画じゃないとほんとモチベーション上がらないから、うんうん、頭の中で考えてやらないっていうのが多いんだよね。いや、もうそれでいい、それでいいよ。だって全部やったら死んじゃうよ。死んじゃうからね。そうだよ、やりたやつだけやってね、さかなさん。まあまあまあ。はい、じゃあこんな感じで、うん、喋ったね、たくさん。ありがとうございます。なんか企画屋で頭おかしい人ってみたいな感じ悪いんですよ。あ、まあでも、うんうん、合ってるんだよね、アイデンティティ。アイデンティティ、これで私生きていく、うん、だった好きなことして生きていくっていう、うん、異常な日常をねお過ごしください。マジかよ。
じゃあありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。お便りはね、後ほど魚さんに全部お渡しして、もうファンレターみたいなもんなので、ありがとうございます、取っていただけたらと思います。はい、ということでね、よちゅう。はい、そうなんですよ。こちらね、まあもう言わなくてもお分かりかと思うんですが、うん、あの某いいとも形式、某、うん、某いいとも形式某、はい、うん、まあ今回もね、スナパイさんからご紹介いただいたのが魚さんだったということで、はいはい、はい、なので、まあもちろん今回は魚さんに次のゲストさんを紹介していただきたいと思うんですが、はいはい、いいですか。そう、これまだ2人にも言ってないからね。うん、言ってない、聞いてない。そう、言ってないんだよ。いいのかなと思って。やばい、頼む、本当に頼む、魚さん本当に。あ、でもね、あのね、これね、あ、そこなんだってなりますよ、多分。おー、楽しみー、うん、多分ヤンミが期待してる名前は出ないよ。そこはなんかね、なんか堂々巡りしていつかまたみたいな感じで思っていただければと思いますけど、うん、じゃあ発表していただきましょうか。はい、はい、私があの次にご紹介するゲストはガミさんです。ガミさん、本当に意外だった。本当の意外だった、はいはい、なるほどね。じゃあ、これね、毎回そのあのご紹介いただいた時に聞いてるんですが、はい、魚さんから見たガミさんの推しポイントを教えていただければなと思います。はい、ガミさんはですね、まあ、もともとね、うん、ニコニコ動画で活動していたゲーム実況者の皆さんの一人で、なんか本当にニコニコ動画を昔からゲーム実況のタグで見てる人は本当にね、知らない人はいないような、実況者の方なんですけども、うん、なんかね、アマースで僕は知り合ったんですけど、うん、まあ、本当にゲーム脳というか、その頭の回転が速い方だなっていうところがあるので、確かに、うん、だから本当にこうラジオでどうガビさんがね、このヤンミーとヨツさんに話をするのかどうかっていうところも楽しみですし、緊張する、心開いてくれるかな。そう、やっぱり経験がね、その昔から活動されてる方だから、うん、やっぱりね、なんかね、いい塩梅なんですよ。なんかボーダーラインを知ってる。なんか僕ね、これ褒め言葉なんですけど、配信してる人ってどっかネジが飛んでた方が面白いじゃないですか、正直。ちょっと頭おかしいなこいつって思われてた方が面白いんですけど、ガミさんはね、なんかね、いろんな知識持ってて、かつそのなんかね、配信的なところの見方が、まあやっぱりアンテナがすごいですよね。ここをこうやろうとか、こうやったら面白いだろうなっていうのをなんか瞬時に判断してやってる、そうでやってなさそうに見せるみたいな、うん、すごいところがすごい上手い方なので、そうだな、まあ推しポイントというか、まあ、本当にシンプルにその配信者の一人として尊敬できる方ですし、すげえなっていうリスペクトしてる方なので、わ、まあ、本当にこのちょっとね、このヤンミとヨッツさんと喋らせてどうなるのかなっていうところが。魚さん、そこでしょ、もう。え、何が。ちょっと面白そうですからね。ガミさんも結構ズカズカと行くタイプですから。おいおい。そう。ただボーダーラインが結構ね、危ないところのその すげえ微妙なところなんですよ。スレスレを攻めてくるんだ。そう。そう。その爪のさ、その間のあるじゃん、皮と皮の間、うん、そこをちょっとどう痛くない程度までえぐるかっていう。よし、はい、心が見どころなので。さばいてくれるきっと。結構ツッコミ役になることが多いかもしれないんですけども、うん、はい、まあ、楽しい時間になること間違いなしだと思うので、わ、僕からちょっとガミさんをご紹介しようかなと。ありがとうございます、はい、来月号はガミさんということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。わあ、じゃあさかなさん、名残惜しいですが、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。あと2時間いけますけど、大丈夫か。あ、やばい。あ、僕もね。ちょっとラジオ、ちょっとラジオ、それの尺がな、おかしくなっちゃうからな。さかなさん、2時間いけるとか言ってるけど、今日もね、予定いっぱいらしいから。そう、途中からカットされてんのに、なんか3人のテンションが一気に下がってるみたいになっちゃう。疲れてね、喋り疲れて。そうそうそう、2時間後のやつみたいな。大丈夫ですからね、皆さん、これちゃんと1時間ぐらいで撮ってますからね。はい、じゃあさかなさん、今まいまいさんの話も
はあ、まあ、それでも普通にあなた自分で誘ってやればいいじゃん。誘ってやる、いいじゃん。いいの、いいんだ。やればいいじゃん別に。バイバイさんも誘おう、その時は2人誘ってね。そう、そうする2人ね、はいはい、推し夫婦だからさ。じゃあそんな感じでありがとうございました、はい、ありがとうございました、お二人ともね、はい、じゃあバイバイ。バイバイさかなさん、ありがとう、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、さかなさんでした。はい、いっぱい喋ったね。いや、さがらさんがあんなに喋ると思ってなかったよ。いや、なんかだって始まる前に全然喋ることないけどねって言ってたよ。嘘つき。嘘ばっかり。よかったね、よかった。こう、さかなさんが雑談とかこういう会話でからも確かにあんま見たことなかったから。そうだよね、やっぱり司会っていうかその企画者の印象がすごい強いから。うん、だからね、リスナーの皆さんも知らなかったこととかもいっぱいあったんじゃない。うん、ね、踊ってみたとかね。踊ってみた、ちょっと面白い、知らなかったな。知らなかった、さすがに。後で検索したいと思います。はい。ってことで、で、来月のゲストがガミさん。どうする、どうする、どうしよう、なんか調べといた方がいいかな、やっぱり。ちょっと一旦作戦会議。うん、知らなすぎてちょっと。そうだよね、うん、特に余地はあんま関わりないよね。そうなんですよ、そう、本当に本当にないから。そう、僕も言うてないんで。うん、余地よりはあるけど、うん、って感じだと思うから。未知なる扉、まあそうですね、こういう時こそやっぱお便りを頼らないと。そうなんですよ、皆さんの、みんなが教えて支えてくれないと。そう、みんなの力をオラに分けてくれって感じなんで。頼む、お願いします。はい、はい、そんなお便りは概要欄から、うん、フォームございますので、よかったらどしどし送ってね。送ってね、うん、よろしく、よろしく。はい、ということで締めのトークに入っていくわけだけど、はい、もう2月、今年はね、うるる年で29日まであるからね。そうなんですよ、嬉しい。まあ言うてでもね、普通の月よりは少ないんで。そうだよね、もう僕慌てて、あ、今日かみたいな、登校日、登校日この日か、みたいな感じになってるけど。うんうん、まだ寒いね、本当にね、なんかちょっと不安定で、しかもね、もう立春も過ぎて、うん、あったかくなると思いきや、なんだからね、本当に3月迫ってるっていうのに、うん、もうすぐ春だね。春だね、楽しみだよ。え、春好き？春好きだよ。あ、そうなんだ、春似合うね、うん、本当、うん、冬と春が似合います。嬉しいです、なんかワクワクする季節だから。うんうん、そうだね、そう、出会いもある、まあ、花粉症の人は全身出ると思うんですけど、ね、はい、漏れなくかわいそう、うん、本当にかわいそうだよ。なんか毎年さ、なんか去年の何倍ですみたいな、そう、無限に倍されてないみたいな、今じゃあ何年前の何倍って。そうなんだよね、うん、あれ多分嘘なんで、あ、うん、あの、そうなんだよね、うん、何倍であろうとみんな死ぬから、うん、関係ないよね。ね、3月も頑張っていこうね。はい、頑張っていきましょう。はい、ということで今月のラジオはこんな感じ。うん、うん、じゃあ最後はあの言葉で終わります。了解です。はーい、せーの、バイバーイ、バイバーイ。